2学期制を導入している仙台市の小中学校で1学期の終業式が行われました。今朝、太白区の長松小学校では児童およそ730人が元気に登校しました。密集を避けるため終業式はそれぞれの教室でテレビ放送で行われ、浅野雄一校長が2学期はやりたいことや目標をしっかり描いていきましょうと呼びかけました。コロナで学校行事などあまりできないことが多かったんですけど、その中でも運動会や修学旅行など楽しいことがたくさんあったので、もうすぐで学校生活が終わるので科学年を引っ張っていきたいです。このあと6年生の教室では通信簿が手渡されました。市内の小中学校では5日間の秋休みを挟んで14日から2学期が始まります。